となく、村人さんが増えているような気がするねー。もっと増えてくれるといいんだけどなー。とりあえず、畑に植えたネザーウォートはどうなったかなー。おお、かなり育ってますねー。いいねー。収穫収穫っと、どんどん増やしていきますよー。ポーション作るときの基本材料らしいので、たくさんあっても困らないですよねー。どうも、こんにちは、こんばんは、タコライスです。今日もマイクラーやっていくでー。はい。今日はポーションを作ってみようと思ってます。まずは、村人ゾンビさんの治療に使う、弱化のポーション。これを作ってみます。うまくいけば、村人ゾンビさんの治療も、してみたいです。治療の仕方はコメントくれた皆さんが、教えてくれたんだよ。実践したいですよねー。教えてくれた方、ありがとうございました。この方法が成功すれば、昔の村も、復活させれるかもしれないですよねー。とりあえず、ポーションの前に少しやりたいことがあります。前回の動画のコメントでいただいたのですが、教会にカーペット敷けばいいんじゃない?とアイディアいただきました。なので、赤いカーペット、敷いてみたいと思います。他にも良いアイディアをたくさんいただいたのですが、少しずつやっていきたいと思います。カーペットはこんな感じですかねー?おお、いいねー。なんか、教会っぽくなりましたねー。いい感じです。アイディアくれた方、ありがとうございました。さあ、それじゃポーション、作っていきますかー。作業は秘密基地で行います。むふふ。まずは、この水入り瓶を使って、砂糖もいるんだっけ?確か、砂糖と水入り瓶でポーションを作って。こんな感じですかねこれで、ありふれたポーションの完成です。そしてこのありふれたポーションに、発酵した蜘蛛の目。これで弱化のポーションができるはずです。おお、できたー。そしてこれに、火薬を入れて、スプラッシュ効果をつけます。これで完成です。村人ゾンビに、このポーションをぶつけて、金のリンゴを使うと治療できるはずです。次は金のリンゴを作ります。どうやって作るんだっけ?もしかして、リンゴの周りに全部、金を置くんでしたっけ?おお、できたけど。ものすごくコストが高いですねー。とりあえず、村人ゾンビさんの治療の準備ができました。準備ができちゃうと、やりたくなりますよねー。ということで、洞窟に行きたいと思います。近場の洞窟を探してみます。私の経験上、結構村人ゾンビって、いますよねー。洞窟で見つけて、なんとか上まで連れてきて、治療したいと思います。すぐに見つかるといいんですが。なかなかいないもんですねー。全然関係ないモンスターはたくさんいるんですけどねー。
のゾンビばっかりですねー。定番の卵、持ってるねー。もっと奥に行ってみます。結構奥まで来ました。ここは前にダイヤがあった場所だねー。さらに奥に行きます。わ、エンダーマンだねー。しかも2体もいます。とりあえず無視して先に行きます。行き止まりでした。エンダーマンが落とすアイテム欲しいんですよねー。ちょっと戦ってみましょうかねー。強い。こんなにダメージを受けるなんて。よし、もう一匹いるからねー。今度は逃げられないように。この野郎ー、やばい、危ねー。でもアイテムゲットしたねー。ムフフ。まさかさっきのエンダーマンが帰ってくるなんて。アイテムが回収できたから良かったですが、もうこの洞窟に入るのはやめます。てか、村人ゾンビさんを探しに来たのに、私は何をしてるんですかねー。今度は、村の封印されし洞窟に行きます。この洞窟、久しぶりですねー。村人ゾンビ、いるといいなー。この下は確か、廃坑があるはずです。魔女に襲われ。すごい風のゾンビ。そして、村人ゾンビを見つけ。なんとか治療しようとするも、一見うまくいったかのように見えた。しかし蜘蛛の巣に引っかかり、村人ゾンビに殺された。なんとかアイテムは回収できたものの、心はぽっちり折れてしまった。帰り道でも散々な恋愛。ようやく帰ってきたのであった。ああ、もうやだやだ。皆さん、洞窟の村人ゾンビの治療は無理です。もう心が折れちゃいました。そこで考えたのですが、わざわざ洞窟に行かなくても、夜にここで待ってれば、外にゾンビがたくさん湧きますよねー。きっと、村人ゾンビも、湧きますよねー。その村人ゾンビを治療すればいいんです。最初からこうすればよかったよねー。結構モンスター、湧いてきました。おお、いました。建物の隙間に入ったねー。チャンスです。よし。うまく捕獲できたんじゃないですかねー。夜は危険だから、一度寝ます。そして、こんな感じになりました。使用してみます。弱化のポーションを投げて銀のリンゴを使う。うまくいきましたかねー。すごい音もしたし、きっとうまくいってるはずです。しばらく待ってみましょう。もう5分くらい経ったんだけどなー。失敗でしたかねー。
村人さん、頑張ってくれー。どうも、村人さん。今出してあげますからねー。すげえ。本当に治りました。元気に動き回ってるねー。よかったです。どうもどうも。私は一体。ゾンビになっていたのを私が助けてあげたんです。なんと、本当にありがとうございます。私が助けたんです。私が苦労して助けたんですよ。しつけー。なんか恩着せがましいねー。でも、ありがとう。いえいえ、どういたしまして。ということなんですよ。そうですか。新しい村の仲間ですね。ここに住んでもいいの？もちろんです。そうだよねー。ということで、新しい村の仲間ができました。いやあ、うまくいってよかったです。一時はどうなることかと思いましたが、結果オーライですねー。これからも、ゾンビになってしまった村人さん、たくさん助けていくぜー。このやり方を使えば、昔の村も、復活できるかもしれません。頑張っていきますよー。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今回は、結構録画ミスもしてしまい、見づらい動画になってしまいました。ごめんなさい。次回からはまた、頑張ってやっていきます。応援よろしくだぜー。それでは、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。いつもコメントくれる方、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それでは、さようなら。またねー。